はい、後半です。まあ、ですんで、出会いのチャンスを広げていくってこと、自分で広げていくってことが、できる方は、自分なりの恋愛にたどり着く可能性が非常に高くなって、その先にある結婚ですとか、家庭を持つってことにたどり着く可能性もかなり広がると思うんですよ。でも、こういうことを言うとね、久保さんと、誰もが誰もが、そんなにね、出会いを自分で広げてね、YouTube やったりとか、それから店や、ね、会社を広げていって、それこそ、新入社員の、 人人とととかアルバイトの人と毎日面接するみたいなことできませんよっていう反論もあると思うんでですよでもねやっぱりちょっと待っていただきたいとさらに言わしてもらいますけども今の状態で見つからないんだったら今じゃない状態に自分を広げていくしかないじゃないですか、ね、今出会ってる人の中で自分の恋愛対象を探したいって言うんだったらもうちょっと難しいですよ今の時点でちょっと難しいんでね。ですんで。今触れ合う人間関係が 100人前後の中でやってるんだったら、それを1000人前後に広げていくってことは、これ自らしていかないと、それこそ新しいチャンスなんて見えてこないですよってことなんですよ。まあ、能力っていうのはその出会いのチャンスだけじゃないですよ。自分の人間としての魅力を広げていくこと。例えば年齢が失われてしまったなのに、自分の魅力が年齢しかないんですかっていうことなんですよ。 他にもいろんな特技ですとか共感力とか知識とか知恵とか人生経験やいたわりとか癒しとか様々な能力を身につけることはできるはずなんですよね。で、どこにどういうふうに自分を広げていくかによってできることが増えていくんですよ。できることが増えるってことはやってあげれることが増えるってことなんでそういう人っていうのは求められると思うんですけどもくださいちょうだいお願いしますしか言わない人こういう人って求められますかね いや、結構ね、それがね、40前後とか50前後になって、あれもこれもしてもらわないとできませんっていう人、これ単なる痛い人なんですよ。そういう人はさすがに選ばれないと思いますよ。相当な包容力があって、いや、自分は一方的に誰かに何かをしてあげる方がいいんです、みたいな人がね、現れれば別ですけども、現れないでしょ、そういう人は。現れたとしたら、その人はすでに誰かの虜になってますから、そういう意味でも、ちょっとスピード感を持ってね、自分の人生を広げていかないといけないのかなと思うんですよ。 さあそれでね、人っていうのはやっぱり自分にできないことを求めてさらなる自分の人生を豊かにすることとか自分ににななないいい魅力をを持ってるるる人を求める傾向にあるんじゃないかなと思いますそのほかに自分と同じような面を持った共感できる部分があることとかね違った面に対して興味を持って学び合えることっていうのも大事だと思いますけどもで自分はどうなのかってことをまず考えなきゃいけないんですよね。 恋愛はするのは自由だし、出会いを求めるのは自由、愛情表現も自由なんですけども、相手のいることですから。で、自分が誰かにとって魅力ある存在なのか、必要な存在なのかってことをよく考えていくと、落ち込むと思うんですよ、最初は。ああ、自分は誰にも求められてないんだ。でもそこで落ち込んで、旬となって終わりだったら終わりなんですよ。違うんですよ。あ、なるほど。自分は誰かに気を止めてもらうほどの何かってものを持ってないな。 じゃあつつずつ構築していこうかなその中で年齢は失われていくだけなんでこれはどうしようもないとでも年齢に応じた人人格でででですすすとととかかを持つことははきるはずなんですよ、ね、確かに20代女性は若くて可愛らしいと思いますよでも人生20年しか生きてないってことは不利なんですよこれからいろんな経験や出会いによって変化していくってこともあります不確定要素が大きいんですよね ですけども30代になり40代になってくればほぼ自分のモチベーションというのが定まってきますし自分の反省すす。るべきき過去も見えてきますそして将来に対して何を備えなければならないのかということとかわびさびが見えてきたりとかねさまざまな視点が広がっていくと思うんですよ。例えば年齢を重ねていけばねより高いところから遠くの景色が見えるんですよ。 でも、年齢がいってない時っていうのは、それこそ、初々しさっていうのはありますよ。若々しさとか可能性ありますよ。でも、その人から見ると、周りが見える範囲が狭いんで、要するに異性の判断でも失敗する可能性が非常に高いです。そういうふうに考えていくと、今回の相談いただいたアラフォー女性がですね、うん、この方がロスジェネ・アラフィフですか。この女性が、今まで若い時に恋愛に慎重になっていたっていうのもわかるんですよ。 本来なら、無鉄砲ながらい若い頃に、いろんな出会いをね、傷つくことを恐れずに、やるべきだとは思うんですけども、そうならなかったわけじゃないですか。ん熊の置物ですね、これね。<laughs> 熊の置物がありましたね。ちっと気になりました。自分の家にあ,りあったことながら。亡霊かと思っちゃいました。<laughs> えっと、何言ってましたっけね。まあ、あの、若い頃にね、慎重になるのもわかるんですよ。でも、若い頃は無鉄砲ながらいチャレンジした方が、 ダメージを回復する時間も持てますんでね。でも若い頃に怖くってね、なかなか挑戦できなかったことも、それも仕方がないことだと思います。見える範囲が小さいんで。でも結構今見えたと思うんですよ。何もやらなければ何も起きないってことが少なくとも分かったと思うんでね。まあ、ですんで今回のナミさんのアドバイスとともに、今度は自分を広げていく作業っていうのをね、やっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。そしてどうしてもね、方向が定まらない場合は、もうこれはね、当たるもん発揮ですよ。 神神の天の神様の天様言う通りじゃないですけどねそういったことも考えてみて縁結びの神社などにお参りしてみたりとかね占いですとかカウンセラーさんに相談してみるという今までにしなかった相談の切り口を持つことも大事だと思いますその一つが今回私に対しての,あのご相談だったと思うんですよねだって YouTuber に大切な恋愛相談結婚相談しますかってことなんですよ通常しないですよね考えられなかったと思います私たちの年代では でも実際に面と向かって顔とかを付き合わせなくても信頼関係は築けるってことに私たちは遅まきながら気づいたわけじゃないですかでも今生まれてきた子供たちとか今10代とか20代の子は直接会わなくても信頼関係が築けるっていうのは痛いほどね体験してるんですよ一回も会ったことがないんだけども恋愛関係になってしまうメルトモとかねメルトモって言葉も古いですけどねそれから あのよくねこれ事件でありますけどもあのなんかツイッターで知り合った50代か60代の男性のところに小学生がついていっちゃってなんかねエッチなことされちゃったみたいなねこれもだから信頼関係の一つなんですよそのぐらい効果が高いのがあの実はインンターーネットコミュニケーションなんですよねだから直接以上にもしかしたら信頼関係を築けるのがこのインターネットを使ってのもしかしたらあー、まあ、出会いなのかもしれないですね。 でこうやってナミさんと毎日ねやり取りしてますけどもこの信頼関係ってのは直接会ったからこそ生まれた部分もありますけども会う前からあったものですからねですんでこの今回のねご相談いただいた女性には、うん、私に問いかけができたわけですからこれからあのもっともっと自分を出していくこととかねもう失うものはないわけですから本当にで求めれるものが多いわけですからこれはねあの転ぶことを恐れずにチャレンジしていただきたいと思いますきっとそういういな チャレンジ精神が育まれることも男性から魅力的に移ることの一部だと思うんですけどね。はいじゃあ今回は以上でございます。えー、きっとこの恋愛に対しての悩み相談っていうのはどこまで行っても誰になってもついてもあると思いますね。で最後に一つなんですけども一人の人がね複数の人に恋心を抱くこれはね仕方がないことだと思います。ただ反面ですねやっぱこう人間には嫉妬ってものがありますから愛する人が嫉妬すると分かっていて。 その行動を取るのは愛する人に対しての配慮が足りないんじゃないかなっていう見解もあるんで私はどちらかというとね自分の行動としてはそっちなんですよただいろんな方と恋愛を楽しむことそれによって釣り合いが取れていくっていうことも、うん、ありますんでそれはね上手にやっていただきたいと思います、うん、私はどちらかというとね 今は今はですよ以前はたくさんの人を同時に愛する自分ってものが結構好きだったんですけども、うん、でも今はねあの一人の人をどこまで掘り下げていけるかいろんな側面を見ることによってどういうふうなねお互いの時間の使い方とか年の取り方ができるかってことに、まあ、まあかなりね力を入れるところっていうか力を入れるのも変なんですけどね。まあ、要するにねあのビジネスもも女性関係も浮気よりは 一本槍で行った方がいいかなっていうのがね、私の性格だってことに気づいたってことですよね。<laughs> はい、えー、では以上でございます。ありがとうございます。